それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。前回は各所ユークリッドのご助法の説明をしまして、それからユークリッドのご助法の応用例の一つとして、連分数と連分数展開の話をしました。で、今日は次の話をしたいと思います。法の逆元の計算という話です。坂井先生のテキストですと、59ページのセクション 4.7 の部分です。で、まずこの計算がどういうことをするかというのをこう軽く説明しましょう。まずこの R を可換換としまして、I を R のイデアルとします。で、そうしますと、R を I で割った常用感というのを考えることができました。これをよく R オーバー I というふうに書くわけですね。で、この方逆元の計算というのはこの常用感の中で考えるんですけれども、この常用感 R オーバー I から A という元を持ってきましょう。で、この A が、A が単元の時ですね、すなわち、情報の逆元を持つ時っていうのがあるわけでして、で、その時に、その逆元をこう実際に計算しましょうというのが、この今回扱いますその方逆元計算、英語で言いますとそのモジュラーインバースの計算です。で、この言葉の方逆元というのは、多くの人はすでに分かるかと思いますが、この A に対して、このイデアル I を法とする、その逆元をという意味ですね。で、この拡張ゆっくりとご助法で、この方逆元の計算が登場するというのは、その趣旨は、出た段階で多分多くの人が察しがつくと思いますけれども、その結局この方逆元の計算にその拡張ユークリッドご助法が有効であるということから、じゃあ実際にこの方逆元の計算をその拡張ユークリッドご助法を用いて行う方法をここで紹介しようというわけです。で、実際にその方逆元の計算に
その拡張ゆっくりと誤助法が使えますというのが次の定理 4.50 ですので説明しておきます。まずこの定理では R と D の組み合わせをこれユークリッド正規とします。でまあこのユークリッド正規を考えるときにはこのユークリッド関数 D を必ずペアにしてこう扱っていたということを思い出してください。例えば整数の世界ですと、この D としては絶対値を取りますし、それから一変数多項式、可換感情の一変数多項式、例えば整形数の一変数多項式の世界では、この D としてその多項式の次数を取ります。そういった関数を取るユークリッド正規です。それからと、A と M を R の元とします。でこの時この R をこの R の M 倍の集合で割った常用感というのを考えまして、で A ボード M というこういう弦を考えます。で一応復習上その常用流の復習ですけれども、この A モード M っていうのはどういう弦だったかというと、どういう弦だったかというと、この、こういう集合ですね。A と M に対して、この B を R の弦として、そうすると A プラス BM という、こう、R の部分集合が得られますけれども、こういった部分集合の、こう集まり属を常用類と呼んでいて、その中の代表弦で一つの弦を取ってきたのを、A モード M と書いたと。でこの辺は多分2年生の代数入門の授業で扱ったと思いますので復習しておいてください。で、この A モード M という弦がえ単元であると、すなわちこの常用感の中で情報の逆元を持つことの同値な条件としまして、M と M の GCD が1であると、これと同値であるというのが、このここでその方逆元計算のこう方法の根拠となる性質です。でさらにこの時なんですけれども、単にこの性質が成り立つだけでなくて、その逆元を実際に計算できるというのも大事なことです。そこではその拡張ユークリッド誤助法を用いて、この常用感でその A モード M のその情報の逆元となる B を計算できるということもやります。
で一応もう少しフォーマルに数式で書いておきますと、その B としてはこの A とかけたときに、まあ、M を法として1と合同になるような、そういう B を計算できるということです。一応これの証明は一通りやっておきたいと思います。まず右向き矢印の方からですね。最初の仮定はこの A モード M という弦が単弦であるということですので、その情報の逆弦を持つということを言っています。ですので、まあ、この時にはある R の弦 S が存在して、まあ、M を法として S との積が1に等しくなります。一応まあ単元を持つ、単元だということで、まあ、この S をですね、その情報の逆元と見ているわけです。で、そうしますと、これ、この、合同 M を法とする合同の定義から丸 T ですね、マイナス T と書きましたけれども、これはちょっと後で式変形の時に辻褄を合わせるために作ったものでして、で、まあ、こういう弦が存在して、まあ、こういう関係式が成り立つと。もともとのその合同の定義は、その両辺の差がこの M の定数倍に等しくなるということでしたので、まあ、こういう、今度はここは等式として成り立つわけですね。こういう等式を満たすような T が R に存在するわけです。で、まあ、この式見ますと、こう察しのいい人は分かると思うんですけれども、この等式の項をうまく移行しますと、実はA の S 倍と M の T 倍の和が1になるということになります。で、これはすなわち前回やりました拡張ユークリッドの誤助法から A と M が互いに相であると、すなわちその A と M の GCD が1に等しいことを表します。以上でこう右向きの主張がこう示せます。で、左向きも実は今の道をですね、逆にたどっていくと、まあ、いけますね。と、まあ、A と M の、まあ、GCD が1ですので、まあ、拡張ユークリッドの誤助法から、まあ、こういう S と、こういう等式を満たす S と T が存在すると。で、そこで、まあ、その、まあ、S、この時の S がまあうまい具合にこの A の
その剰余感における情報の逆減、もしくはその方逆減になるということが分かります。多分まあそれなりに難しくないと思いますので、ここでの説明は省略しますが、講義ノートには載せておきましたので、必要な人は後で確認しておいてください。で、一応この定理から分かることなんですが、拡張ユークリッド誤助法のアルゴリズムを思い出してみますと、この EEA と書いたアルゴリズムなんですが、これは今回ですと A と M という2つの入力を取りまして、で出力としてこの R と S と T という3つの値をこう出力するというしていたということを思い出してください。で、R のがですね、この場合ですと、S と、あ、ごめんなさい、 A と M です、すいません、R がこの場合の A と M の GCD で、それから、S と T がこちらにありますようなこの関係式を満たす S と T としてこう出力されたわけです。で、実際にその今のようなその方逆減を計算しようとしたときには、A と M を入力とする拡張ユークリッド誤助法を実際に行います。そしてそこで GCD を計算するわけですね。GCD の値によってその逆減が存在するかどうかというのは分かるわけですけれども、もしこの拡張ユークリッド誤助法で出てくる出力の R が1の場合は、この S をですね、この方 M とする代表源が S モデムがこの剰余感における A モデムの逆減になるということが分かります。で、一方で、R が1でない場合ですね、すなわち A と M が互いに相ではない場合というのは、この場合はこの A モード M という元はこの剰余感においては単元ではないということになります。すなわち0以外のこの剰余感の何かある元をかけて、0になってしまうと、そういう元ですね。で、したがってこの情報の逆減も存在しないということになります。ということで、この今の説明、これまでの説明のように、
の、まあ、今のようなその例えば M を法とするようなその常用感常用類を考えたときにその情報の逆元を計算しようと思ったら拡張ゆっくりと誤情報が使えるということを一通りやりました。そこでテキストですと60ページにこういくつか例題がありますのでそのいくつかを実際残りの時間で紹介したいと思います。一応最初の方は簡単な例かもしれませんけれどもその実際にその拡張ユークリッド誤助法の計算例にもなっていますのでまだもしまだ自分で手を動かしていない人はそのこの例題を参考に自分でも手を動かしてみてほしいと思います。最初に紹介するのはテキストの60ページの一番上にあります例の 4.51 という例題でしてでここではその R を整数関としましてその法を29という素数にとっています。で、まあ、A を12として与えています。で、問題は、その、この29を法とする、この A12 のその情報の逆元を求めましょうということで、具体的には、まあ、12にかけてこう29を法として1に合同になるようなこの整数 B を求めてみましょうというのがここの問題です。で、まあ、この問題を見た瞬間にじゃあまずこの A がですねこの情報の逆元を持つか否かっていうのがこう多分気になると思うんですけれども。皆さん先ほどのまでの議論から分かりますでしょうか。情報の逆元を持つという人はどのぐらいいますか。はい。持たないという人はどのぐらいいますか。まだよく分からないという人はどのぐらいいますか。はいはい。はい、ですね、もう一回復習しますと、その、先ほどのそうですねちょっと先ほどの定理の証明をもう一度見てみますと今 A ここが12なんですね。それから M ここが29なわけです。でもしそのこの A と M が互いに素ですとこういうこう S 倍してT 倍して加えて1になるようなこう S と T が存在するっていうのが拡張ユークリッド誤助法から分かる話でした。でこれが成り立つとその何が言えるかと言いますとそのこの TM っていうのがまあこの関係式がもし成り立っていればこの TM っていうのは29の倍数ですからそうするとこれをその合同式で表すと、こうなるということは分かりますでしょうか。これを合同式で表すとこうなる。
まり SA と1の差がですね、29の T 倍になると。これが分からない人は多分、この合同のこう定義を理解が不十分だと思うので、直ちに2年生の、その常用例とかですね、合同の概念の復習をしていただきたいと思うんですが、まあ、こうなるわけですね。ということは、この問題の場合ですと、その29と12っていうのが、まず互いにそうかというのを見るわけです。もし互いにそうだとなると、まあ、この式が成り立つ。で、この式が成り立つから、この合同式が成り立つと。すなわち、この A という与えられた数が、その29を法として情報の逆元を持つということが言えます。ですので、まず問題を見たときに判断するのは、この A と M が互いにそうかどうかということですね。で、この場合は互いにそうですので、情報の逆元を持つと。しかもそれは、拡張ユークリッド誤助法で求めることができるという点にまず注意してください。そこでじゃあ実際に、その29と12に対して、拡張ユークリッド誤助法を実行して、この R と S と T を求めてみましょうというわけです。で、その内容はそんなに難しいことではなくて、要は整数同士の割り算と乗与の計算なわけですね。ですので、一応、必要な人は、ユークリッドの拡張ユークリッド誤助法のアルゴリズムのノートを見ながら、見比べながら、計算を追跡していってください。これは、こう順々に繰り返しながら乗与列を次々と計算していきつつ、この SI とか TI といった数も計算していきます。でまず与えられた状態ですね、 i イコール0の段階で、この最初に R0 という値を定めますけれども、これは与えられた数の29と12の大きい方を自動的に代入することになりますので、まあ、R0 は29になります。それから拡張ユークリッド誤助法には、この S と T ですね。この S と T も、i が0、1、2、3という各ステップごとに定めますので、その S0 を決めますと、この S0 は、最初が、ここ R0 の1倍ですから、S0 が1と。それから T0 の方は、0になります。一応、ちょっと復習のために書いておきますと、SI、この場合は、M か。この SI と TI はどういう関係を満たしているように計算したか、しているか、していくかというと、ここにありますように、M の SI 倍ですね、今29ですから、M の SI 倍かける、A の TI 倍が RI に等しくなるように、この SI と TI を次々に決めていくというのが、拡張ユークリッド誤助法です。で、RI はどのように決めていくかっていうと、これは常用列で、最初29と12を与えて、次は29を12で割った余りというふうに決めていきます。で、今度は i イコール1の場合には、これは自動的に、その2番目に与えられたこの A ですね、この12を代入します。で、今度は S1 と T1 を決めるんですけれども、ここでは自動的に S1 は0になり、T1 は1になります。今ピンとこない人はとりあえずこうノートを写してですね、後でよく見比べてみてください。で、次 i イコール2から本当の乗与列の計算が始まります。で、R の2からですね、
その R の2はこの R の0を R の1で割ったこう余りとして求めますので、実際に割り算を行います。そうしますと、小が2ですね。で、R の2はその余りが5になります。で、この時この割り算を行った時の小を Q1 と置きますけれども、今書きましたように、この割り算の時の小は2になります。で、今度は S の2ですか、 S の2と T の2を計算しますが、ここからはその拡張ユークリッド誤助法の手順に従って S の2や T の2を計算していきますが、この場合は、S の2は1で、それから、で、この S、ここの2番目以降の S、例えば S の2と T の2をこれどうやって計算するかっていうのが、これはここからその必要な手順になるんですけれども、例えば S の2の場合ですと、2個前の、2個前の S の0から1個前の S1 と、この時の小のこの2の積ですね。これを引いたものがこの S になります。で、T の2についても、2個前の T の0から1個前の T の1と、それから今計算した小をかけたものを引くということで、T の2はマイナスになります。いいでしょうか。ちょっともう少し計算繰り返すので、もう一回その都度復習してみます。今度 Ri が3の時ですね。で、R の3を計算しますと、今度は R の3は R の1を R の2で割った余りとしますので、12を5で割るわけですね。そうすると、まあ、10を引いて2になります。で、この時の小を9の2と置きまして、でこれも2となるわけですね。それから、次に S の3 S の3は、これもう一回やりますと2個前の S ですね。だから S の1から、1個前の S に今回の小をかけたものを引きますので、こうですね。で、マイナス2となります。それから t の3は、2個前の t ですから、t の1ですね。1から、この今回の小と、それから1個前の t を引いたものを、かけたものを引きますので、そうするとこの場合 5になります。で、一応あと2ステップほど計算しますと、この拡張ユークリッド誤助法のアルゴリズムは終了しますので、まあ、もうちょっと頑張って計算しましょう。R4 は今度は R の2を R の3で割った余りになりますので、5を2で割るわけです。そうしますと、今度は R の4は1になりまして、この時の小を9の3と置きますが、これも2となります。
それから S の4ですね。S の4は、2個前の S ですから、1から、1個前の S、この小と1個前の S の積ですので、5になります。T の4も、2個前の T、T の2がマイナス2ですから、そこからこの今回の小が2で、それから1個前の T が5ですので、これを引くと、マイナス12となります。で、このアルゴリズムは、この R の i が0にならないうちは繰り返し計算が行われますので、もう一回繰り返しが行われます。今度は、2を1で割るんですね。そうすると、ここで初めて剰余が0になります。で、この時の小は2です。で、それから S の5ですね。S の5は、2個前の S から、今回の小をかける1個前の S の積を引きますので、マイナス12。それから、T の5も同じく2個前の T ですから、5ですね。から、今回の小かける一つ前の t。そこ、この場合に29になって、で、これで、まず繰り返しは終わるわけですね。で、最終的な出力はどうなるかっていうと、この繰り返しでこの剰余が0になった時の1個前のステップの剰余を R にしますので R は1と、それから S と T はこの時の S と T を返しますので S が5で T がマイナス12という形でこう最終的にアルゴリズムが止まります。で、このことからですね、その、どういう関係式が得られたかっていうと、i イコール4のときに、ここが m ですよね、ここが m で、で、こういう関係式がこう得られたわけです。で、このことから、マイナス12倍の A というのが、29を法として1に等しいと。で、このマイナス12を、一応正の値に直しておきますと、17になりますので、そうすると最終的に、この A の逆元というのが、17モード29という値になると。いうのが、この例題の答えです。
で、まあ、これも例題はその、まあ、拡張ユークリッド誤助法としては非常に基本的な例題ではあると思うんですが、多分皆さんも実際にこう手を動かしてみると、この最初はなかなか慣れないうちはこういろいろ戸惑ったりミスをしたりするかもしれませんが、ぜひこう各自でやってみていただきたいと思います。一応このようにしてきちっと計算できるということですねを実感してください。ここまで質問などありますでしょうか。はい、じゃあ今日はもう一つですね、例題をやっておきたいと思います。同じくこのテキスト60ページの問題 4.53 という例題です。今ここではその有理数係数の多項式関 QX というのを考えまして、そこで FX として X3 乗マイナス X2 乗マイナス X マイナス1という多項式を考えます。で、これに対してその方程式ですね、この Fα イコール0の今度一つをアルファと置きましょう。で、この時このアルファに対してこのアルファ2乗プラスアルファという値の逆減ですね、積の逆減、逆減をこのアルファの二次式の形で求めましょうと。いうのはこのここでの問題です。ちなみにこのラージ A、ラージ B、ラージ C というのは全部有理数です。ですから このラージ A、ラージ B、ラージ C を具体的に決めなさいという問題です。で、一応ですね、この問題に関しての その代数的な知識をこう振り返ってみますと、このまあ Fα、方程式 Fα イコール0の根の一つを α として与えた段階で、この皆さんが今3年生として学んでいる代数学 1A ですでにやったかどうかはまだ分かりませんけれども、ここでこの有理数体 Q にこの根 α を転化した体というのを考えます。多分そのうちに習うと思います。で、これが実は、その多項式間 QX を、この FX で生成するイデアルで割った乗用感に同型になるということが示されます。ここではちょっと詳しいことはやりませんけれども、こういう性質が成り立ちます。で、具体的なその同型の対応としましては、この Q の α の元というのは、その先ほど出ました α の二次式で表せるわけですね。で、これとそのこちらがこのこちらの乗用感の方ではこういったその多項式が対応しまして、こういう関係が成り立っていると。で、しかも、その、まあ、他の代数学の知識として、この fx が、まあ、球状規約であるならば、まあ、この乗用感というのは、この体をなすということも分かりますので、このことから、この gx を、まあ、x 二乗プラス x と置きまして、で、まあ、これはこの乗用感で考えるんですけれども、でこの逆減を
まあ、積の逆元をですね、この逆元を拡張ユークリッドのご情報で求めると。で、その、まあ、求まった逆元の多項式にの x に α を代入することで、この α2 乗プラス α の求める逆元を、まあ、が求まりますというのがこの例題の、まあ、解き方の一つです。で、ここでちょうど拡張ユークリッドご情報を使うということで、実際にこう使ってみましょうという話です。で、先ほどと同じように、その拡張ユークリッドご情報を、ここでは、この fx ですね、最初の元を fx として、それから、2つ目の元をこの gx として、この fx と gx に対して、この拡張ユークリッドご情報を行います。で、先ほどと同じようにこの i の値をこう0からだんだん増やしていって多項式の乗与を計算していきます。で、最初は、まあ、r0 として fx を取ってくるわけですね。それから s0 を1として t0 を0にするというのが最初のお約束です。で、次に R1 を GX と置くと。これも約束ですね。で、この時には、S の1を0と置いて T1 を1と置くというのもお約束です。ここまでは、皆さん、拡張ユークリッドご情報を実行するという時には自動的にやってください。で、次からは本当の乗与の計算が始まります。で、このステップでは本当にこの fx を gx で割る必要が出てきますので、一応やってみましょう。fx が x3 乗マイナス x2 乗マイナス x マイナス1ですので、係数だけ書いておきます。係数だけ抜き出すと1マイナス1マイナス1マイナス1ですね。で、gx が x2 乗プラス x ですので、係数だけ抜き出しますと1、1で定数項は何より0と。で、まあ、こういった係数の並びに対して、まあ、割り算を行います。まあ、皆さん、ちょっとこの時間ではフォローしきれない人もいるかもしれませんので、授業の後でゆっくり自分でやってみてください。まず最初にここに1が立って、で、次の段階ではマイナス2ですね。そうすると1マイナス1。で、まあ、この段階で、R2 がですね、こうなりまして、
x-1 となります。で、S2 は、2個前の S から、この時 Q の1ですね。そうか、ここでの小が Q の1になりますね。で、S2 は2個前の S から、この、今計算した小と、それから1個前の S の積を引きますので、これは1ですね。それから T の2も2個前の T から今回の小と、それから1個前の T の積を引きますので、T の2の方はマイナス X プラス2となります。で、次にその i マイイコール3のステップを計算します。今度はその gx を先ほどの r2 ですから x-1 で実際に割りますので割り算やってみましょう。gx は x2 乗プラス x ですね。で、これを x-1 で割ります。そうしますと、小が x プラス2になって、で、この乗与 r3 が今度は2となります。で、ここでの小を x プラス2を Q2 と置きます。そうしますと、あと S3 と T3 を計算しますが、S3 は、2個前の S が0で、それから、この Q ですね。Q に、1個前の S は1です。これを計算しますと、マイナス X マイナス2になります。それから T の3に関しては、2個前の t が1で、から、まあ、今回の小が x プラス2で、1個前の t がマイナス x プラス2ですので、x 2乗マイナス3となります。で、まあ、本来ですと、そのもう一ステップ計算して、この乗与が0になるまで計算するのが、まあ、一応アルゴリズム通りの計算なんですけれども、一応ちょっと時間の都合で途中でやめますが、この本質的にはここでその計算の結果が見えていますので、それを見ていきましょう。そうしますと、ここまでの計算で分かったことは、
FX にこの S3 ですね、マイナス X マイナス2をかけて、それから GX にこの X2 乗マイナス3をかけて、加えたものが α に等しくなるということを言っていますから、これが2に等しくなるということを言っています。ここまでいいですか。で、多項式に対するそのユークリッドの誤助法の場合で大事なことは、この乗与に定数が出てきた段階で、この入力された2つの多項式は互いに素ということに注意してください。で、この場合は実際にその両辺を2で割れば右辺は1になるわけですね。で、これは一応その元の球状の多項式間の世界で、まあ、こういう関係式が成り立つわけです。で、このことからその今考えているその、まあ、Q に α を転化したその対で見てみますと、α っていうのはさっきその定義しましたこの方程式 FR、Fα イコール0の根の一つですね。で、これを見ますと、これかける G の α が1と。ということになりますので、このことから実はこれがその求めるこの α2 乗プラス α という数の逆減であるということが分かります。という形で今回こういう問題を解きました。ここまで何か質問などありますでしょうか。で、まあ、多分皆さんもやってみると分かるかと思いますけれども、その多項式のこの拡張ユークリッドの誤助法も案外こう自分で手を動かしてみます と、まあ、最初からこうきれいにできる人はまあそれに越したことはないんですが、まあ、そうでない人もいるかと思いますので、ぜひ1回ぐらいは自分の手でこう一通り計算してみて、こう考え方に慣れてもらえるといいのではないかというふうに思います。ということで、今日の授業ではその法逆減の計算というのを拡張ユークリッド誤助法を使って やるという話について説明しました。で、この授業も残すところあと1回なんですが、まあ、この先にはその法逆減のもう少し、一般的な話としまして、その線形合同式の話がありまして、でその線形合同式の中でも特によく用いられる話に中国常用定理と呼ばれる話題があります。で、まあ、今日お配りしましたテキストの第3章はその主にその数論に関連する部分が書かれておりまして、で例えば中国常用定理のアルゴリズムなどもその整数上での
計算を中心に書かれております。ですのでその辺も参考になる部分があるかと思いますので、まあ、適宜内容を見てきてほしいと思います。一応次回はその中国中央定理の内容を復習しまして、実際にこうそれをですね N 個の合同式、一般の N 個の合同式に関して実際にその拡張有給と誤助法を使った解法をやってみるということで話をしたいと思います。何か質問などありますでしょうか。じゃあ今日の授業はこのぐらいにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。